ボロボロです。これをまた壊れたらまた新しいの買ったりってやってます。次、はい、これでしょ。入れて車で待たしたりするんで、すごいんだけど。あとは、俺が座ってこの人来るわ。なぜなぜ。はい、今日の動画はいつも僕がこの持ってるエマを連れて歩く時のバッグの中身を皆さんにお見せしたいと思います。もうすでにエマをもう遊ばした後なんですけども、こういう風にもう砂まみれ、海の海、海ま、水まみれになってます。はい、この中身を皆さんにお見せしたいと思います。はい、じゃん、ちょっと、じゃん、うん、まずはカバンの中身としては、うん、もういつも遊んでるこれですね、ボール。もうこれ買ってどれぐらいになる、1ヶ月経たないんですけど、こういう感じで、ちょっと見せて。はい、こんな感じでボロボロです。これをまた壊れたらまた新しいの買ったりってやってます。これです。はい、どうぞ。はい、じゃあその他に何が入っているか、じゃん、じゃん、今遊ばないよ、今遊ばない。はい、で、あ、まず遊び道具から。遊び道具はもうこのボールとこれですね、フリスビー。一応ディスクドッグを目指してるんですけども、最近ちょっと怠け気味で、ただ投げて遊ばして運動させてるだけなんですけど、実際もうこんなボロボロになってます。本当は買い時なんですけど、ちゃんとディスクドックをまた再スタートするときに買い替えようかなと思って、こんな感じになる。はい、次、今遊ばないよ、今遊ばないまた。はい、次はこれですね。はい、本当はこれでうんちを拾ってます。うんち袋、多分皆さんいろんななんかうんちのやつあると思うんですけど、普通にこういう風に手で拾ってやってます。これはもう家にもカバンの中にも車にも入れて、いつでもできるように忘れないようにしてます。はい、これでしょ。まあ、ちょっと待っといて。で、こんな感じでいつも砂まみれです。すげえな。で、あとはこれか。はい、これはもう、トリツ、おやつですね。これは、まあこれはもう必ずこれじゃなくて、いろんなおやつを入れてます。これは今回は、馬の秋です。と、エマの大好きなさつまいものお菓子です。まあアレルギーがあるんで、もうこういう、選びながらやってます。まあこういう、これはあげるときは、まあちょっと長時間、ちょっとな、クレートに入れて車で待たしたりするんで、まあちょっとあげたりしてるぐらいです。で、あとはこれか、これ、はい、レジ袋。まあこれは先日のあの動画にもありましたけど、まあ、最後にまあゴミがあったら拾っていくっていう形のもの。はい、まあ、遊び足りない、結構遊んだけどね今。で、あとは、あ、最後これだ。最後になりますけども、これ、まあ撮影、まあこれ YouTube やってるんで、まあ、あの iPhone、 スマートフォンしか持ってない時とかあるんで、まあ撮りたい時に固定して撮るために、これは多分 YouTube やってるからありますね。あとは iPhone と、あとはこれか。すごいんだけど。あとは水を飲ますための、これなんていうの、こうやって蛇腹みたいにこう、まあ結構犬飼ってる人は持ってると思うんですけど、水飲ますやつですね、というのを持ってます。ちょっともうちょっとよ、ちょっと
綺麗に本当は撮影したかったけど、まあ、いい MR しかない。はい。ちょっとアウトアウト。まあ、邪魔なんで。はい。こういう感じで遊び道具がフリスビーとボールで、土日のおやつで、うんち拾うやつと、これはゴミ拾うやつで、まあこれは撮影用で iPhone と、なんだこのスタンドで、あとは水を飲ませる。まあ水は持って歩いてないです。僕らはもう公園とかその辺で、あるいはない時はもうコンビニで買って入れて飲ませてます。あとこんな感じで、あとはバッグですね。バッグはこういう風にもう汚れるんで、もう洗えるやつを選んで使ってます。で、あと色的にはちょっともう明るい色をちょっとわざと選んでます。こういうところにポッと置いて見つけやすいようにしてます。はいはい、これがいつも僕らが持ち歩いているものです。あとは車にタオルとか、まあ、そういうものは乗っけてます。だから普通に持ち歩いているのはこれです。はい、皆さんは散歩の時どういうものを持って歩いているんでしょうか。僕らはこれぐらいでやってます。はい、まあ、だけど今後、ちょっとトレーニングとかもまたいろいろ細かいトレーニングもやっていきたいんで、トリッツとかをまたトレーニング用で少しやると思うんで、多分その辺がまた加わっていくんじゃないかなと思いますはい、ちょっと落ち着いて撮影できなかったんですけど、今回は以上となります。はい、次の動画でまたお会いしましょう。それではまた、バイバイ。ダメだ。 もう、もう次撮影できない。